鈴木治、山田光らと共に結成した前衛陶芸家集団、総鼎社の中心的存在として知られ、陶芸界に新しい造形分野を確立し、旺盛な創作活動を繰り広げていた八木和夫氏。一般的な焼き物はオブジェであると考え、素材はあくまで陶磁器であることを強調し、自己を表現する抽象彫刻にとって、陶土が有効な媒体物である、とされた作者の言葉が散りばめられた作品と言えましょうか。